アリー・サイヤード・シラジ将軍の葬儀中のイラン人、アリー・サイヤード・シーラージーは、現在のラザビー・ホラーサーン州、キャブード・ゴンバドに生まれた。父親は、軍人で、アリー・サイヤード・シーラージーも1964年、士官候補生として軍に入隊、その後、少尉に任官。1974年には、訓練、教育のためアメリカ合衆国に留学した。 その後イランに帰国すると反社活動に参画しイスラーム革命運動に加わり投獄される。革命後はイラン軍における著名な将軍となった。イラン・イラク戦争にあってサイヤード・シーラージーはイラン軍における主要将軍の一人となった。8年間にわたるイラクとの戦争におけるイラン側の勝利の多くは彼の指揮によるものである。1981年最高指導者。 アーヤトンラーホメーニーは、イラン陸軍の司令官に任命。1982年中には、サイヤードシーラージーを著名にした多くの作戦に従事した。ファトホルモビーム作戦では、革命防衛隊と抜ス水位を指揮し、イラクの突破不能な防衛線を破って、イラク軍をデズフール州主戦域から駆逐。同作戦は、イラン・イラク戦争における初めてのイラン軍の勝利となり、大方から、 イラン・イラク戦争におけるターニングポイントとして認識されている。バスラ攻略を目指すラマダン作戦では、サイヤード・シーラージーは次のように言っている。1988年、サッターム・フセインの援助を受けたモジャーヘディーネ・ハルグが、イラン西部を攻撃、ケルマ・アンシャーで、イラン軍は戦った。順勝、アリー・サイヤード・シーラージーの指揮の下、メルサード作戦で、イラン軍は反撃。 敵軍を壊滅させている。1989年には、イラン陸軍最高の勲章ファトフ勲章を受賞している。1999年4月10日、現地時間6時45分、サイヤード・シーラージーは、仕事のため、家を出たところで暗殺され、現在は殉教者として扱われる。モジャーヘディーネ・ハルグは、メルサド作戦におけるモジャーヘディーネ・ハルグ勢力の、 破壊に対する報復であるとの反抗声明を発した。サイヤード・シーラージーの殉教について、最高指導者、アリー・ハーメネイは次のように述べている。大統領、モハンマド・ハータミーも彼を称えて、イスラームの献身的指揮官にして、イランの誇るべき息子と語っている。サイヤード・シーラージーの名は、多くの街路、建築に用いられており、テヘランの高速道路サイヤード・シーラージー高速などが、 ある、ありがとうございます。